ラジオネットで春の就活文化祭シニアにエールキャンペーンさあ、えー、CBC ラジオ今ネットで春の就活文化祭シニアにエールキャンペーン展開しております超高齢社会を迎えて人生の後半戦を明るく元気に過ごすにはどうすればいいのかこの番組でも皆さんと一緒に考えておりますが今日はスタジオに 名古屋芸術大学副学長の津田義則さんにお越しいただきました。津田先生、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今日はシニアの方のね、時間をまあ充実させる提案ということで、まあ普段皆さんなかなかちょっと。資金が高いかなと思ってらっしゃる美術展の楽しみ方について、津田先生にお話を伺いたいと思います。で、まあ美術展というと、名古屋では。 あの天才か反逆者かっていうキャッチコピーありますが、バンクシー展開催中で。私も見てきました。大変な話題ですもんね。バンクシー展行かれたんですね。えー、行きました。私も行ってきました。うん、旧ボストン美術館での展示は。 いろいろと手が込んでいてそれはそれで魅力的だったのですが、うん、展示を見終わった後バンクシーが有名になるずっと前に、うん、私がヨーロッパのいくつかの都市でストリートで発見した彼の作品らしきものを思い出しました<ー>あれってバンクシーが描いたのかなって、うん、もちろんそれが本当にバンクシーのものかどうかは定かではありませんがうん、うん、そんな匿名性があるところが バンクシーの一番の魅力ですね。いやそうですよ。アートってやっぱりいろんな魅力があっていいですね。それぞれにね。そうですね。うん、番組が始まる前にお聞きしましたが、小堀さんはポップアートがお好きだそうですね。はい。まあ年代的にあのポップアート特に好きなジャンルで、大学時代にあのイラストレーターって言葉が出てきた頃で、でその頃の流行がまあ印象に残ってます。まあ、アンディオーフォールとかもびっくりしましたね出たのね。そうですか。うん、私もアンディオフォーホルは大好きですが。 ポップアートといえば日本を代表するポップアーティスト横尾忠則さんの展覧会も4月11日までこの近くの美術館で開催されています大好きなんですよ世界には様々なアートがたくさんありますので、うんうん、気になる展覧会があればまずはぜひ一度お出かけいただきたいと思いますはい、まずは行くことですわ名古屋は美術館が身近に先生たくさんありますもんねそうなんです ここに住んでいる人は案外お気づきではないようですが実は名古屋ってすすごくアートが身近な街なんですよ、ね、日本の多くの都市は公立美術館を郊外に置いているケースが多いのですが、うん、実は名古屋は街のど真ん中に大きな美術館をいいくつも持っています、はい、またこの地域では芸術系の大学が多いので若いアーティストが絶えずいろいろな展示をやっています。うん 今も堀川沿いの歴史的な名所を使ってユニークな展示をや,展示をやっていますが、うん、そういう意味では名古屋ににに住んでいいいるるる人はアートを見ることとと適した街にいてとても幸せだと思いますなるほど僕も名古屋でまあいろんな展覧会があるとつい足を運んでしまうんですが、まあ、クラシックなものから現代アートまでジャンルにこだわりなくなんか「あこれは」という気になったものをピックアップして見に行って刺激をもらってるんですが。 津田先生から今年見ておくといいよっていう作品ってありますかそうですね東海地域であれば、うん、今年は蘇我昭博やモンドリアンの大きな展示が予定されています、はい、少し足を伸ばすのであれば東京では今長寿ギガの 巻物を全部伸ばした展示をやっています全部見れるんですかそうなんですよ、えー、通常は部分的にしか見られないのでこれも非常に見ものですあとはバロック時代の画家のカラバッジオのうん、うん、キリストの埋葬という作品が来る予定だったんですけど、はい、これは残念ながらねコロナの影響で中止になったようです、はいはい、あら、アートに興味を持ったら まず見ることから始まると思いますが、うん、見に行くだけではなく自分でで描いいたり作ってみるるとと一層好きになると思いますすよそうですねで先生からおすすめいただいた作品って皆さんもぜひあの足を運んでいただきたいですが絵をを描いたり作品を作品る現役の社会人の方はなかなか時間がない難しいって方多いでしょうがまずは美術展に出かけるところからアートに触れるこれはいいですね。 そして自分で作品を作るこれはまあ定年などになってから始めるこれもまた理想的ですねそうですね、うん、見るだけでももちろん楽しめるわけですが、うん、何でもいいので自分で描いてみたり作ってみたりするのも充実したシニアライフの一つかもしれませんね、はい、でそういうわけでまあ先生がいらっしゃる名古屋芸術大学はシニアを応援するために新たな取り組みを始めると伺ってますがはい 豊かなシニアライフを送っていただけるよう本学の専門である美術デザインの分野それと音楽の分野から実技と教養を学んでいただける講座を合わせた名古屋芸術大学シニアアカデミーを5月から開講します。私も「美術展を楽しむ」という講座を担当します。 場所は栄駅から徒歩5分ほどのところで、CBC さんからも近いですよ。うん、先日小堀さんにも実際の場所を見ていただきました。はい、もうあのお邪魔しまして中、うん、案内していただきました。まああのあこんな環境でちょっと絵を描いてみたらと創作意欲が湧くなとか、音楽はこういうところでやったら上手に聞こえるじゃないかなとか、いろんな豊かなシニアライフを送るのにまあ。 いいなっていうそういう設備になってました。本当地下鉄降りてすぐ栄えからね、もう便利なところです。豊かなシニアライフを送るのにはまずまあ美術展巡り、ここから始めてみるのもいいかなと思いますが、あとその名古屋芸術大学シニアアカデミーの開講、これはとても楽しみになりました。ありがとうございます。うん、もし気になられた方は、はい、間もなく公開いたします名古屋芸術大学シニアアカデミーの ホームページをぜひご覧ください、はい、そしてその名古屋芸術大学シニアアカデミーについては3月20日のネットで春の就活文化祭で14時から配信される新坂会トークジャンボリーの中でもご紹介しますぜひそちらもお楽しみになお本日の放送は明日以降 CBC ラジオ公式 YouTube チャンネルにもアップされますそちらもチェックしてみてください 津田先生、今日は本当どうもありがとうございました。ありがとうございました。この時間はシニアに向けた美術展の楽しみ方についてお届けしました。